はい、いきます。はい。ちょっと今週はジャパンバッシングのメディアウォッチをしましょうということで、日本のメディアについてちょっと、ね、チェックしたいなと。はい。東洋経済編集長の日本財界の対中国間ということですね。はい。はい、じゃあいきますか。これか。あ、うん、こっちですね。はい。はい、皆さん、私、実はダイヤモ、週刊ダイヤモンド、はいはい、とか、昔、書評書いてたりとかして、うん、まあ、今でもちょっと付き合いがあるんですけど、うん、週刊ダイヤモンドのその対面、対面にあるというか、うん、ライバル誌ですね、はい。はい。東洋経済という、うん、はい、有名な、経済誌がありますよね。まあ、日本でも有名な。まあ、はい。経済誌といえば、東洋経済と、はい、ダイヤモンドと、はい、あと、週刊エコノミスト。あ、週刊、毎日新聞が出してる。毎日エコノミストってやつですね。はい。はい、3つありますよね。うん、その、まあ、一番これ、東洋経済一番売れてるんですかね。ダイヤモンド、どっちが売れてるのかな、ダイヤモンドかな、うん、はい。で、そうです。そもそも一番出したのは、最初に出したのは石橋湛山ですね、うん。はい、その通りなんですけど、東洋経済、これ、編集長の方がですね、うん、なんと朝日新聞に、うん、まあ、僕もたまたま、もう、僕は朝日新聞の読者なんで、はい、見てたらですね、うん、すごいコラムがあったんですよ。うん、はい。専門誌に聞けというコラムがありましてですね、はい、週刊東洋経済の編集長、うん、西村豪太編集長がいらっしゃる。うん、で、なんか連載ですね、4回連続でコラム書いてたらしいんですけど、うん、4月21日の朝刊見たらですね、すごいコラムが書いてあってですね、うん、資本主義を見つめて、というタイトルでですね、中国との共存、辛抱強くということを書いてるわけです。うん、で、この方は週刊東洋経済って、まあ、そもそもその、まあ、戦前にですね、小日本というか、うん、日本はそんなに世界に展開するんじゃなくて、うん、しっかり商売やりながら、まあ、国土を守ってこうよ、みたいなことを言ってですね、はい、まあ、戦後それが正しかったと、うん、まあ、いうことを、まあ、言われてっていうところでですね、誇りを持ってる。我々はやっぱ戦争に、まあ、それ戦争とは違ったビジョンを持ってたということで、まあ、誇りを持って、はい、自分たちの週刊誌の歴史に、うん、持ってるということなんですけど、今回です、はいはい、この、まあ、多分これ最終回だったんですかね、うん、はい、中国に対していかがですかということを言って、うん、それに関してこういうことを言っておりますと、中国と日本は価値の上で一致してるとは言えません。およく言ったなということなんですけど、うん、でも日本にとって中国と共存しない道はない、うん、実態として日本の産業は中国への依存を深めてもいます、うん、なので中国と相互依存できる、相互理解できる未来を信じながら、うん、強く辛抱強く交流していくしかないのですと、うん、言ってるわけですよ、うん、はい、で少なくとも財新、これ週刊東洋経済って中国の経済誌とすごく仲良くしてる、財新っていうところと、はい、提携してると。そう、提携してですね。で、財新の人々、つまり中国の経済系の人々は、うん、中国に健全な市場経済を作れると信じていると感じます。なので、私たちも一世代かけるぐらいのつもりで向き合うべきでしょう。うん、という言葉で終わったんですよ。そうですね。中国と日本は価値観の上で一致しているとは言えません。うん、でも、日本にとって中国共存しない道はないとって言ってるんですよ。はい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 、それで結局、少なくとも財新の人々は、うん、その財新というね、東洋経済と提携している中国の経済誌は、人々はその中国に健全な市場経済を作れると信じているというふうに私は感じますというふうに書いてるんですけど、アホかとこういう経済誌を作ってて、はいはい、ジャックマンはじめね、何人も中国の経済人が行方不明になってるの知らないのかと。これなんですよね。いや、こんなことやって、だから中国共産党の再教育とか、うん、そういった財産募集っていうのはもう何度もあったことだし、うん、最近習近平になってさらに強めてるわけ で、これがね、本当に自由主義経済になっていくかといったら全然ならないよね。僕らはそう信じてます。まあそうですよ。絶対ならないと僕らは信じてます。私たちも一世代かけるぐらいのつもりで向き合うべきでしょうと。余計なお世話だ。ここにすみません、補足もう一回言いますね、はい、うん。東洋経済は今、中国の財新という媒体とメディアと提携していますと。2009年に創立された新興メディアで、果敢に調査報道をし、
企業不正を暴く記事を載せている。いやいやいや、中国に健全な市場経済を育てようとしているのですというふうに言っております。いやいやいや、だってただこれサイレントインベージョンとか知ってる人は、うん、こういう調査報道は何のために行われているかということを我々知ってますよね、うん、はい、それはなぜかというと、うん、ある一方の政治家が別の政治家を追い落とすために記者を雇って、そうそうそう、ツールですから、ツールですよ、はい、メディアっていうのは。それを分からずにこう言ってるのかなという、うん、あんまり激しくやって習近平まで響くと、はい、そしたらそのメディア自体も潰されちゃ う, ちゃ う, っていう、そういうことですよね。何 なんですかね、はい、ただ僕はこれやっぱちょっと責められない部分がちょっとあるなと感じて、はい、うん、っていうのはですね、うん、やっぱ日本の経済系の雑誌っていうのは、うん、ある意味財界の意向をものすごく反映したものであると見るわけですよ、うんうん、なのでこの編集長も、おそらく財界、日本の財界が思ってること、うん、経済人が思ってることをやっぱ代弁してる部分がある、うんうん、それは何かというと中国の経済系の雑誌と提携してるんですけど、うん、やっぱあの彼らもリベラルな経済人だし我々もリベラルな経済人だよっていうことをお互いに認めたがってるっていうとこですよね、はい、だから辛抱強く待ってみましょうということなんですけど、これもいつもの、まあ、結局これまあ、朝日新聞に出てるわけだから、はいはい、朝日新聞が伝えたいことが、はい、東洋経済を通じて、はい、出したみたいな。そうです、朝日新聞の中のまあ経済系の人たちがっていうところでもあるかもしれませんね。まあ、なんですけど、これいわゆるその中国の政治リスクっていうものを経済人がいかに理解してないかっていうのを、まあ、典型的に表してる記事だなっていうのを僕感想として思ったわけなんですよね。だから中国が考えてるやつで言えば、まあ、結局その人権がないから、人権抑圧もないんだっていうこととかを分かってないなっていうところですよね。そもそもで、僕はあの中国でビジネスやってる人の、まあ、あのコンサルタントやってる人の、講演を聞いたことがあるんですけど、はいはいはい、その人は中国はもともと抑圧してきたから、うん、今の中国人ね、今の中国人は経済発展だけでも十分ハッピーなんだと。で日本人が ね中国人は中国政府に抑圧されて不満だよねっていうと、なんでそんなの全く気にしてないよと、なんで日本人はそれ毎回言うんだって言って本気で言ってくると、なぜかというと今まで人権も自由もなかったけど今金があるから少々人権とかそういうのが不便だったとしても、ね、気になってないんですよ。要は本当の人権を知らないから、まあまあ、前からずっと抑圧されてきて政府にそれぐらい規制されてたぐらいなことはずっと思ってるから、だから最後金が入ればなんとかなるわけだから、金が入ってきてるから今もう別にそのこれが今自由じゃないっても思ってないっていう、それぐらいのもんなんだよっていう。そうそうそう、でしょうね、うん、本当に、まあ、僕はこういう経済系の人たちの政治リスクに対するものすごい甘い見方、うん、そう、まあ、本当気になりますね、これ。向こうのメディアもだって経済人だし、うん、オープンな市場を夢見てるんだよ、じゃあ僕たちもそれにかけてみましょうって普通言えますか、うん、そうそうそう、いやもうサイレントインベージョンとかこの辺はやっぱり少しでもお読みになった方は、うん、もういかに向こうのメディアというものが共産党のツールであるかということを知らないのかということですよね、うん、はい、そうですね、はい、だから中国人の考える世界観と日本人の世界観が違うのに、うん、前提が違うのに一緒にやれるなんて思ってるっていうのはちょっと本当問題だよね、うん、かなということです、うん、新しいですね、はい、音声講座ができまして、はい、ハイブリッドウォーなのか、ね、SLS の情報戦なのかという、次の戦争はこういう戦争になるだろうっていうね、濃いですね、米中戦争、はい、濃いですね、これは今回は備えの6番ができました、はい、濃いなこれは、はいはい、ぜひこういう、ちょっと一気にね、うん、聞いてみたいなと思う人は、もう濃いよ、買っていただけたらと思っております。濃すぎでございます、濃い、もう濃いしか言ってない、ね、いや本当濃いじゃないですか、でも濃いですか、あ、そうですか。最高の男たちが、最高の男たち、はい、濃い話をしております、はい、そうですね、はい、はい、で、はい、このですね、戦略がねどんどん分かりたいとした音声講座作ってますので、はい、でどっから入るかって言ったら、まあ、この米中20年戦争その辺のパート6から入ってもいいですし、はい、戦略の階層化ですね、この未来予測とかこういったところから入っていただいて、いいですね、もうだいぶ充実してきましたね、はい、あともう、はい、リアリズム入門ですね、リアリズムを
理解した方は、まあ、リアリストについてね勉強すると、リアリズムがよくわかりますよと。名作ですね。もう時代はリアリストですもんね。はい、はい、まあ後でその話を、はい、なぜなのかっていう話、はい、もう時代はクラウドじゃなくてリアリズムですよね。クラウドじゃなくて、はい、クラウドじゃなくて時代はクラウドじゃなくてリアリズムですよ。はい、はい、 そうですね。そしてルトワックですね、はい、この一発逆転と全てを超えた、きたきた、はい、はい、全ての戦略を超えていくのはこれじゃないか。これです、ね、はい、クーデター。もう間違いないですね、これね。で、はい、中国のですね、はい、このトリプルインベージョン、まあ、これが元になってね、アメリカもどん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 もういろんな議会が動いてきて、はい、ついに締め上げに向かっていったと。そうですね、この3冊のエッセンスが、まあ、うん、もうそうですね、かなり、はい、実はオーストラリアとカナダとニュージーランドの、はい、手口を分析してます、はいはいはい、そして孫子の兵法ということですね。はい、からクラウゼビッツですね。ああ、ここ、はいはい、まあここはもう、そして、はい、地政学ということで、はい、敵なしですね、ここは、はい、本格的に、はい、クラウゼビッツ孫子地政学はもうこれでマスターと、はい、ということですね。ということで各講座をね、はい、ビシッとまとめてですね、勉強したいなという人は、うん、ぜひ聞いていただけたらと思っております。はいはいはい。